鳥ね、猫、カエルね。扉が開いたわ。非常に珍しい入り口でしたな。あれは序の口ですわ。しっかり見張る人たちようね。この哀れな男が明らかにしたように森の中の道にはたくさんの罠があります。でも慎重に行動すればその罠を有利に活用することができる。千代夫人の全ての弟子はここでどの道を歩きどれを避けるべきかを学ぶの。覚えの悪い子はここで長続きはしないわ。昔はこういった罠のすぐ近くで遊んでいた子もいたわ。そうやって死の存在になれたのかもしれない。風を切る。手に入れた。音を立てるな。あの門を見てくれ。壁を登るか、あるいは別の道を探した方がいいな。茂みの横に鳥の像があるでしょ。それが秘密の入り口を開けてくれるわ。静かに。水の底が入りました。いい考えじゃの。我らは奴らの防壁を破ったぞ。私たちは今手裏剣の練習場に来たわ。ここの壁には隠し扉がいくつか仕組まれているの。衛兵はその扉のことは知らないでしょう。ピストルが使える。誰も気づかない。優雅な解決法ね。大将、物音を立てずに動こう。大と小、種ヶ島の裏山。俺は騙されんぞ。突入する。向かっている。いつかお手製の手裏剣を作るんだ。本当にここで手裏剣の投げ方を教えてもらったのか。私はかなり不器用だ。そのせいか結局手裏剣は好きになれなかったわ。まあ参考までに言うと俺も変装得意じゃなかった。そうなの？そんなこと思いもしなかったわ。刃のついた柱、故郷を思い出すな。舞柱の回廊よ。花学園の新装部への入り口を塞いでいる。刃を作動させる取っ手が壁の裏にあるの。何人かの衛兵をおびき寄せて利用することができるかもしれないわ。計画実行中。まだ脅しているようね。なるほど。疑問なのですが、この柱は訓練に使われていたのですか、それとも防衛に。その両方です。なるほど。この柱が凶暴な武勇の相手となるのでしょうね。少しばかり無限様に似ている気がしますわね。愛子殿が何を言いたいのか分かりますぞ。次はどこへ。本殿までの道のりはあと半分くらいです。西には社殿がいくつかあり、その先に神社があります。東には居住区があり、その先には前殿の舞台。どちらの道を選ぶにしても道中で必要なものを手に入れるようにしなければならないわ。できるわよ。引退だ。一杯どうだ。山がない。ちょっと待って。終わらせリロード。ああ我慢じゃ。ゆっくりと。その囚人に嫌気がさせ。綺麗だな。ここは社殿が集まった箇所。花学園で最も古い長の始めと。何のことはないの。見つけてやるからな。さしあし。こそこそと。移動中よ。敵の視野に入らない特別な粉よ。気づかれないままで。
ないぞ。どうやって残ったんだ。いつでも準備はできてるわ。斬新、これで終わり。また一つ影が落ちました。この通路